よし、やっていきましょう。ドッキリ神回避3ということでね、今まで1、2してきて、でなぜかね3はなんか手出ししてなかったのね。別にその理由があったわけじゃなくて、普通にドッキリ神回避シリーズ大好きなんやけど、なんかなんでやろうねちょっと時期的にね、一番盛り上がってる時期は過ぎちゃったんだけど、ちょっと久しぶりにこのドッキリ神回避シリーズね3早速やっていこうと思います。いきます。弾け回避1。すっごい面白いよねこれね。なんか程よいっていうか、ルールね、これルール説明。この男の子のピンチを回避しよう。うん、もうねこれもワンツーしたから、もうある程度ね、もう僕も分かってるんで、気になるところをタップして傘がある、でこの傘をスワイプして男の子にあげる、でこれで OK みたいな感じね。で今回で言うと、例えばやけど、あなんだこのままやったらパチパチするから、これを急いで、あ、やばいやばい、不安がってる、不安、あみたいな、こういう風になってしまう、ドッキリしてしまうのをどうにかして回避しようよっていうゲームね。ちょうどいいわ。なんかね、今もう全然なんかこうゲームを久しぶりに録画したかったけど、なんかね、ゲームする気持ちにもなれないみたいな、そんな感じだったけど、なんかこれね、このシリーズのゲームなんかスッと入ってくるわ。スッと遊べる。あ、で、パクパクもぐもぐ。で、クリアね。あ、よかったよかった。こうやってよかったよかった。なんか最初やけんいいけど、これ逆になんかね、パクパクもぐもぐを、こう放置してたら逆にアウトみたいな、そういうね、ちょっとひねったパターンとかもあるから、気をつけないかんのよね。で、ステージ2。KO 回避。待てよ、スタートじゃダメよね。ちょっと待ってよ。なんか適当にタップしてみる？マスク取ってみる？弱っ。めっちゃ弱ってるね。で、スタート。どう腐ってもレスラー。あ。どう？ちょっとかわいそうじゃない？お客さんこれでいいのかな？なんかすごいなんか胸痛い。次。こうやって最初はやっぱこうサクサクいくよね。ドッキリ神回避シリーズ。炭回避。羽子板で、これこのままスタートしても、弟かな？このままスタートしても勝てそうじゃない？はい。はい。あ、はい。はい。はい。これ永遠に続かん、大丈夫？スマッシュ？はい。はい。どう？あ。勝った？あー、ダメだ。むずいな。ちょっと待って。普通に難しいね。どうしたらいいんだろう。普通にスタートしてなんかやるっていうよりは、さっきみたいに探してなんかするっていうよりは、普通に勝つべき。ああ、しくった普通に負けちゃった普通にプレイしていくんだろうね。まずはいつものそのタップして物をこう当てがう系じゃなくて、スマッシュ。いい、大丈夫、いける？違うな、さっきと同じだ。いや、あれから普通に3分ぐらい続けたんやけどね。わかんないね。でも今ちょっとなんかな、親って思ったのが、スマッシュってなる前に、なんか打ち返すっていうボタンが一回復活した気がするんだよね。ここ。ずっと放置しといて。あ、ほらほら。あ。まだ行くんだ。え、もう一回いける？もう一回いける？あ、お、よし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 。え、これどうなるの？え、どうなるの？これ、もっと行く？もう一回打ち返す押す？あ、え？え？大丈夫？もう怖いよ。どうなっていくの？これ。え、次は？え？宇宙行かない？これ。え、打ち返す押せる？押せる！え？これ、どうなるの？え？永遠にこれ広がっていくと？ちょっと待って。まだ押せる？もしかして。怖いよ、俺も。押せる！怖っ！ちょっと待って、これ、ちょっと興味本位でさ、これあと10回ぐらい続けてみよっか。弟が普通に失敗するかもね。あれ？あれ？宇宙に行った。あ、これで成功なん？そうなんだ。知らんかった。これが正解なんだ。はー、悪ふざけしてよかった。普通にスマッシュ打つとかやった。
よし、隅回避 OK。 意外とあれやね、このステージ3から難しかったね。なんか普通に3分間から悩んだもん俺さっきの。ステージ4、枯れ回避。あ、これなんか1回したことあるぞ、ここなんか1回あるな。あ、どうやろう、昔したのかな。でも最後までした覚えはないんだよな。蛇がいる、触る、やられる。ちょっと待ってね。何？後ろに多分あるのはホース。これをつないで、蛇口ひねって、あ、踏んでる踏んでる。足踏んでる。あ、やばい。じゃあ足踏まないように、足踏まないようにどうするんだろう。後ろの扇風機関係あるのかな？で、これ足のけて、つなぐ。OK？あ、いいよいいよいいよ。後ろの扇風機何なんだろうね。あれすることで何が起こる？なんか起きそうよね。ちょっとやってみようか。すごい。すごい。すごい。はい、次。ステージ5、憂鬱回避。あら、そんな憂鬱に思うようなことがあるのかな？歯医者さんかな？どうなんだろう？歯が痛いのかな？ケーキとアイスがある。3時やね、時計が。3時のおやつになんか食べたい。まあ、ケーキかな、とりあえず。はい。ダメか。歯医者に行きたい。でも、歯医者に行く流れとかある？これ。仮にこれ、アイスだとしても一緒だよね、多分ね。はい。ダメだよね。何をどうするんだろう。お菓子食べさせてあげたいけど、歯が痛い。あと時計、はい。あ、虫歯菌がいる。はい、はい。もう物理で殴る。物理で殴って退治する。で、あれ、永遠に巻いてくんだよ、これ。無限湧き。あ、なんか、歯を揺らしたら、揺れる。あ、待って、下から生えそうじゃない歯。だから下の歯、この短期間で。すごい。アーロンみたい。なんかちょうどいいな。5、憂鬱回避。6、ハテナ回避。こいつ毎回出てくるよね、このケンタウロス。ケンタウロス？あれ？ケンタウロスどっちだったっけ？体がうまいったっけ？このおじさんには確か花を渡してあげるんよ。あ？なんかいる。花を渡してあげるよね、このおじさん。はい。あれ？花他に、あったあった。これで。花の冠を作ってあげたりするんよね。あれ、花なくない？右側にさ、花になりそうなやつがあるけど、あれは取れないし。取れた取れた。で、これを渡す。はい。止まらない。どうしよう。どうしよう。やばい。待って、何が違うんやろう。俺ちょっと分かった。これ取る。で、鼻取る。で、蛇口回して鼻取って、これを、ここじゃない？こっちじゃない？はい。人いるよね、ここ。ダメか。ん？これ取って、食べさせる？はい。ダメだ。しかもちゃんと食われてるし。いちご食われるし、さらわれるし。これを、これで鼻の王冠作るのは間違ってないやろ？で、男の子にかぶせる。はい。違うな。この人にかぶせる。で、これ拾って、こっち、草むらにあげる。はい。違うな。何が違うんだろう。いろいろタップしてみよっか。この草むら、うわぁ。草むらになんかいるんだよな。あれなんかいける？あれ？なんか普通に渡した。で、押してみる。タップして。息子。で、お母さんこれ。あれな、んど、え？どういうちょ、あ、な、もうわからん、もう。わからん、ごめん。もう全然わからん。